The physical exam, vital signs, a febrile, 130 over 80, heart rate 70, respiratory rate 16, O2 sat 98 on room air. General, no acute distress, HEENT, conjunctival pallor, ちょっと貧血がある。No oropharyngeal erythema or exudate, lungs clear bilaterally. Cardiac regular rate and rhythm, no murmurs.Abdomen, obese, soft, non-tender, non-distended. Neuro, cranial nerves, 2 to 11 intact. Strength, 5 to 5 in the bilateral upper extremities and lower extremities. Sensation intact, 2 light touch throughout. 1 plus unsymmetric patella, brachioradialis,biceps regresses bilaterally, heel tilting, shin testing normal. Skin, scattered bruising and petechiae on the arms, chest and abdomen. No appreciable petechiae in the oropharynx. 粘膜出血はない。胸とお腹に歯斑とちっちゃい出血斑みたいなのがある。ブルージングはもっと大きくて、割と大きくて、PT キアかな、そうです、ね、もっとすごいちっちゃいみたいな、天井出血みたいな感じ。数ミリのやつですね。ブラックスポットはちっちゃいってことを言ってるんですかね。そうでしょうね。で、まあ、この時点で PT キアになってるので、やっぱり、ITP で、で、血小板が1万近い感じじゃないかなと、まあ、数千とかっていうと、粘膜出血も見たい気もするので、1万オーダーぐらいの ITP なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、貧血の所見があるので、若い女性なので、月経に伴う。その鉄欠乏性貧血だとか、あるいは ITP でちょっとなんか月経が重くてそういうものがあったのか、あるいはもともとあるのか分かんないですけど、なんかアイアンデフィシエンシーアニミアはまあ鑑別疾患というかリストに載せといてもいいかなと思うんですけど、まあ、もう一つは多分エヴァンスが一応上がるんですけど、うん、まあ、エヴァンスもまれですし、まあ、普通はループスなんかに合併するので。まあ、この時点でエヴァンスというよりは一番に想起するのは多分普通 の, 月経に伴う鉄欠乏性貧血の合併を考えるべきなのかなと思いました。それにあたっては、まあ、多分この人心雑音があるんじゃないかなと思うんですけど、この人見逃してるんじゃないかなという気がします。まあ、ITP があるから出血量も増えて鉄欠みたいな流れというわけに限らずということですかね。限らずじゃないですかね。多分急性に出た ITP であんまり関連なくベースにあるんじゃないかなと思うんですけど、その他の症状言ってなかったですもんね。あとノーマーマースのところでいくとあれですかね、いわゆる紅白質性心不全の音が聞こえるはずである、その屈折性雑音みたいなのがあるはず。屈折性雑音が、まあ、もう心血があるんだったらちょっと聞こえてもおかしくはないのかなと思いますけどね。神経めっちゃ真面目に取りましたね。なんで取るんですか。 HS ですかね。 HS って言われる TTP ですかね。 TTP ですね。神経所見が出やすいのは TTP ですけど、まあ、あとはそのこう体幹部とか粘膜出血まで出たような場合には、その深部出血や脳出血を起こるリスクもあるので、まあそういう意味での意識障害とか神経所見なのかなと理解しましたけど、そういうのを拾っとかないとやっぱり後で痛い目に遭いますからね。ちょっと肥満だったりとかなんかあるんですかね。じゃあいきますか、うん、でも CBC 出ちゃうなきっと。血小板は2万5000ですね。1万ぐらいというまさにそんな感じですね。で、ベーシックメタボリックパネルがノーマルで、トータルビリルビンがちょっと高い。これインダイレクトは少し高いです。溶血ではもっと上がってほしいし、AST、LT がノーマル、AST がノーマルってちょっと考えにくいかなって気がします。あとは、ドリナリシス with 3 fast blood, 8 RBCs.Maybe in high power field, PT, PTT, INR. とだけ書いてある。多分飲んでる。そうですね。ブレッキュロサイトカウントが 11.6% ということで、ポイント、待って、パーセントか。パーミルじゃないと、これ。めっちゃくちゃ高い。パーミルは116ですね。
すごい高い。決勝版でもやっぱり急速に下がったんでしょうね。まあ思ったより高かったというか2万5千円もあったんで、急速に下がったんじゃないかなと思います。まああとさっき吉野先生が指摘してくれましたけど、一応やっぱりエヴァンスを残すべきなのかな。残した方がいいんじゃないですかね。はい、アイハと書いた方がいいのかエヴァンスと書いた方がいいのか。エヴァンスはエヴァンスのままなんですね。変えられないやつもありますよね。 ITP vs エヴァンスじゃないですかね。答えは ITP でいいんじゃないですかね。今日はもうエフィシエンシーも満点ですね。これでもまだまだファイニング 4分の7分の4なんですね。そうなんですよね。何するんですか。まあ、長いな。自己抗体とかピロリとかやるのかな。ピロリの検査ってやる。そちらピロリアメリカではやんないと思いますよ。やんない。頻度的に罹患率が低すぎて。アディション。そういうチェックもするね。ヘパタイトス、HIV と ANA がネガティブということで、SLE とかウイルス性をちょっと否定してくれましたという感じですかね。そうですね。これスタンダードな検査で、B 肝、C 肝、HIV を調べるっていうのはスタンダードですね。合併が多い感染症ですね。普通のスクリーニングと以上に ITP に合併が多いっていう。そうですね。ITP の合併が多い感染症としては B 肝 C 肝 HIV を上げるっていうことですね。で、日本ではここにピロリが入るっていうことですね。ANA はかなりコントロバーシャルだと思います。ルーチンでやるっていうことは必ずしもなくて、やっぱり症状、身体、所見ベースでやるかやらないか決定だと思いますけど、スクリーニングとしてっていうのはちょっとクエスチョンマークですけど、B、C や HIV っていうのはもう多分ほとんどの専門家が迷いなく出すんじゃないかなと思います。口角抗体とかって結構日本だとなんかよくわかんないとき念のため入れとこうみたいな感じでこうかなり気軽に取られちゃうと思うんですけど、そちらだとやはり身体所見病歴で何かしらないとやらないよねっていうってよく言われるんですけど、そんなことなくてですね、普通に何ていうかもう銃弾爆撃みたいなものを普通にされてますので、別に全然何ていうか話ほど現実はそんな綺麗じゃないというかですねそれはあると思いますよ。はい、そんなことはないと思います。強いては腫瘍マーカーを見ることがないぐらいですかね。でももうこの COVID で CRP 取るってもすごい広がったんで、もう、なんていうか CRP すらちょっともう日本に寄ってきたかなっていう気もしてますよ。みんな CRP 出すようになったんで COVID を機に、はい、プロカルシトニンとかじゃない。そうです、ちょっと遅れて CRP の流行が今見られていて、デイリー CRP しちゃってる人とかいるんでちょっと注意したりとか、なんかあれなんか昔やってたことが蘇ってきたぞみたいなすごいダメって言われていたあれが、あれが今まさに大流行です。これはこれでもあと2個あるってことはこれ骨髄掘っちゃうんですかね。本来クームスとクームスか、モクシーなんじゃないですか最初。まあモクシーでしょうね。でももう 2回あるんですよね。あと画像はやんないでしょうからね。次に注目ですね。肝炎のはクリオグロブリンで、 HIV はあれ HIV 関連の血小板減少性紫斑病をってことなんでいいんですかねこれ。そうですね、はい、いずれもイミューン免疫性の血小板減少症を起こしている感染症です。アディショナルワークダイレクトアンタイグロビュリンテストネガティブ、ヘパトグロビュリン、ヘパトグロビンアンディテクタブル、ファイブリノジェンノーマル、オースメアシューズシストサイクル。